はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。疲れました。PC の調子がね、本当最近悪いんですよ。だからちょっと荒いモードでですね、これ出力しますんで、すいません。別に私の顔が鮮明に見えなくても全然関係ないでしょ、このチャンネルは。はい。行きましょう。ワウコリアというサイトございまして、19日昨日ですね、にこんな記事が出ております。韓国航空会社の10月旅客、今年最多の742万人、日本路線牽引ということでですね、まあ何でもない記事なんですけどね、ちょっと言いましょうか。韓国国土交通部が19日発表した航空統計によると、韓国航空会社の10月旅客数は計742万953人、国内線290万、国際線451万、月別で今年最高、月別で今年最高ですね。2019年10月の 95.4% まで回復と、まあほぼ回復したんですね。旅客数の回復は円安が長期化する日本路線の人気が牽引したと。10月の日本路線の旅客数は186万人。ふぅ。アメリカはね、50万人ですって。中国は87って結構いってるやん。日本の半分ぐらいですね。はい。まあですね、まあ中国も、まあまあまあ見ようと思えば多少見るとこありますからね。まあ別に。私観光で嫌いなんです、実は。自分一人でね、観光するってありえないですね。たまさかね、たまさかというか、団体旅行は嫌いではないんですね。実は先月もですね、とある不動産会社の社員旅行に誘っていただいてですね、ほんなら嬉しい、行く行くって言って、熊本に行ってきたんですけど、結構楽しかったんですよ、2泊3日。その時はやっぱり観光が組み込まれてますんでね、はーいって一緒に行くんですけど、まあそれはそれなりに面白い。でも自分で企画して自分で行くということはまずありえないですね。どっか旅行というか自発的に旅行する時でもですね、大体行ってですね、旅館に泊まって飯食うのが目的です。もう飯と温泉が目的ですからね。ほんでこうてっと飲んで寝るという、で次の日一緒に行く人がね、どこ行きたいとかここ行きたいとか言うたら、はい、じゃあ行きましょうかって行くぐらいですね。まあ景色を見る、自然の景観を見るのは好きですよね。景色見るのは、熊本ではね、カンデラ見たんですよ。あれすごいですね。すごい、こうバスで走っててね、いきなりこう開けるんですよ。開けて、何これと思って、こんな場所があるのって、秋吉台っていうところに行った時にですね、なんか近くで秋吉台、山口県ですね、あれもすごかったんですけど、あっちより熊本の方がすごいですね。あれはね、感動しましたね。ところがですね、はい、じゃあここで20分とか言って、20分で見れへんやん、こんなんと。走り回って見てましたけどね、僕だけ。他の人たちは写真撮っておしまい。こんなめったに見れへんのにと思って。いや、これは、いや、僕も全然知らなかったんですよ、その歩いて。で、どんなとこ行くかも知らなかったんですよ。いきなりバスで連れてかれてね。で、眺めて、うわ、何これと思って。これ多分溶岩流だろうし、で、この、植物の生え具合から考えて、そんなもんね、1000年や2000年ちゃうやろなと、万年やろなと、まあ何万年も前やろなと、どこの阿蘇山なんかなと、阿蘇山は遠いしなと思いながら、でも昔はこの辺で出たんや、すっとものすごい爆発があってるなと、と思って、初めてそのね、案内板みたいなの読んでたら、やっぱり7万年から20万年前という、へえって、この辺火山帯やったんやと思って、まあ確かに熊本でそんなイメージがありますもんね。いやでもびっくりしましたよ。日本にあんなとこあるんやなと。あそこだからですね、ゴルフ場にしたらいいのにと。ゴルフ場いくつできんねんみたいな。なんでゴルフ場にせえへんやろと思って見てましたけどね。やっぱ多分土がですね、30センチぐらいしかないんでしょうね。だから、ちょっと地形を変えるというのがやりにくいのかもしれませんね。でも、
めっちゃゴルフ場向きやん。僕ゴルフしませんけどね、昔はやってましたけど。あ、ちょっと話がそれましたけど、やっぱしね、これ見ると日本が一番人気なんですね、お隣さんから。まあ近い、安いっていうのはあるでしょうね。で、LCC がいっぱい飛んでるってのはあるでしょうね。で、で、言葉は通じませんね。でも、お隣さんでね、日本語喋れる人の割合ってね、割合いるんですよ。やっぱ10人に1人ぐらい喋ってる感じがしますよね。日本人であっちの言葉が喋れるなんて、あれぐらいですね。韓流が大好きな女子高生なんかと喋る人いっぱいいるみたいですね、今ね。いや、お互い言葉近しいですからね。高校生ぐらいがちょっと片手間で勉強してても、片言プラスアルファぐらいは喋れるようになるらしいですね。僕もあれ思いましたよ。愛の不時着見ててね、ずーっと見てたんですよ、前話。なんとなくね、これをもしかしてその気になったらすぐ覚えられることもしないのかと思いましたよ。言うてることは何とか分かるんですもん。ほんまに。あ、言うてはるわ、言うてはるわ。だから、まあ、近しいところはあるんやと思いますよ。でもね、どの国が好きですかっていうアンケートだったら、日本最下位に、最下位っていうか、その上位のですね、10位には、まあ、入らないんちゃいますかね。嫌いな国どこですかって、大体上位の1番か2番なんですよ。嫌いな国に来んなよお前らと言いたいんですけど、嫌いな国やったら来えへんかったらええのでしょ。ほいでね、その日本にいらっしゃるですね、インバウンドの方のですね、もしかしたらですね、半分近くがですね、お隣さんかもしれませんね、人数にすると。で、近いから2泊3日とかで来るんですよね。来んないよそんなんでと思うんですけど、おいでね、滞在中に使うお金、一番人間少ないんですよ。数万円なんですよ、お隣さんって。まあ、そりゃそうでしょ。国内旅行より安いやもん。だって、ホテルに一泊1万円、1万円で泊まったら2万円でしょ。で、これ、ちょろちょろちょろっと、その辺歩いて、食べ歩いて、ちょっと観光したら、総予算3万円とかで行きますよ。まあ、ものすごい安く済むわけですよ。中にはですね、コンビニのですね、賞味期限切れギリギリのですね、200円ぐらいの弁当を買って食ってるやつもいるわけですよ。そんな人たちが来たってね、日本経済にはほとんど貢献しませんからね。ほんで、帰ってインスタバ貸し取って帰るわけですね。何しに来てんやろうと思うんですけど。来んでええやん、そんなんと思って。もう。ただね、うちの近所、ここ、日本橋小網町っていうんですけど、近所もビジネスホテルだらけなんですけど、お隣さんらしき人たちってあんまり見かけませんけどね、やっぱりガラ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 引いてるのはですね、いわゆるこう肌の色が違う系の、人種が違う系の方が多いですね、白いのもですね、そうじゃないのも含めてですね。いや、だからなかなか面白いんですけども、お隣さん系の人はですね、もしかしたらガラガラで来ないのかもしれないね、近くで。これ小さいカバンだけ持ってきてる。2泊3日やったらね、男やったらそんな、こんなちょっとしたカバン持つだけで行きますからね。で、何回も来てる人はそんな大きいものを買わないでしょ、そのお土産で。で、大概のものみんな国の中で買えますからね、今はね。昔の海外旅行のアジアから来た人って日本の電化製品いっぱい買ってましたけどね。今は向こうで作ってますからね。まあまあ、それはええんですけど。いや、そんなね、要はね、簡単にケチ臭い人来てほしくないですよ、基本的には。お金たくさん使うインバウンドに来てほしいわけですね。同じ1泊1万円の部屋でもですね、要は30万の人がですね、2泊3泊泊まって、4泊か泊まってくれる人、泊まってくれる方がですね、日本経済にはですね、貢献度が高いわけですよ。貧乏旅行のついでに、貧乏旅行プラスアルファぐらいでですね、こう安くあげよう的な海外旅行の方々ってあんまり来てないともですね、そんなにですね、貢献しないんですね。だからですね、全然何回も何回も来る必要ないやんと思うんですよ、そんな。確かに北海道から沖縄まで全部見るんやとかって言う人やったら、それはどうぞやっていただければいいんですけど、東京に2泊とかね、大阪に2泊とかっていう旅行で、年に3回も5回も来る人は大勢いるんですよ。そんなん来んでええやん、別にと。ちょっとホテルの部屋開けてえなって気がしますね。
はい、まあ別にね、言うてもしゃあないことでございます。逆に日本人はですね、彼らが行く半分も行きませんからね、だって3分の1ぐらいですか。だから人口比にしたらものすごいですね、向こうの10分の1ぐらいになってしまいますね。はい、まあアホなことでございますけども、そんな感じでですね、旅行熱は湧き立っていると。まあ来ないより来ていただいた方がいいですけどね、もうちょっとね、もっともっと日本のですね、美味しいところですね、いいところを見てほしいなと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。